6月です。よろしくお願いします。いや9月ですよ。やり残したことはありませんか？あと2024年も9、10、11、12、4ヶ月です。はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組。今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しどころ薬毛庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。さあ9月です。残り4ヶ月2024年何をやりきりますか？私はですね、断捨離を先月末から始めまして、自宅スタジオでいろんな作業をすると、やっぱりいろんなものがこの部屋の中に山盛りになってくる。もちろんこのスタジオの一角は自分のプライベートスペースなので、そこには洋服だったりとかメイク道具だったりとかもあって、お恥ずかしいぐらいこう山盛りのものに囲まれた生活を今送っているんですけれども、先日ね、ファイナンシャルプランナーの高潮理恵さんという方とお話をさせていただいて、高潮さん、ファイナンシャルプランナーっていうと保険をこう一緒に販売するっていうイメージ強いと思うんですけど、彼女は保険は売らなくて、本当にお金をいかに上手に使っていくかっていうところの考え方を教えてくださる方で、でその高潮さんがおっしゃってたのが、断捨離したらお金入ってきますよ、つまり物を持ちすぎている人は、これちょっと語弊があるかもしれないんですけども、その物に対して価値がないけど持っていたい、こういう考えの人はお金貯まりにくいんです、お金の使い方上手じゃないんですっておっしゃってたので、よし断捨離しようと思って、はい、先月末から断捨離をちょこちょこ始めております。割とね、物をこう処分するのはそんなに不得意じゃない方で、思い切ってえいやって捨てられる、またはあ、これはメルカリに出そうとか、これはとかねそんなことを、はい、時間の合間合間で楽しみながら、ちょっとした副業みたいなメルカリ副業ってやつですね、はい、を楽しみながら取り組んでおります。パーソナリティの小室ゆりです。本日もよろしくお願いいたします。本当ですよね、もう残り2024年9月からの4ヶ月のあなた何やりますかって思いません？思いますよね。多分ね、この番組聞いてくださっているリスナーさん、ぼちぼち私と同じ年齢だと思うんで、そろそろ自分の人生さあどうするか、週末に向かってどんな絵を描いていくかって考えてらっしゃる方も多いと思うんです。その時に私小室ゆりはやっぱりあんまり多くのものに囲まれて過ごしたくないな、いいお金の使い方したいな、いい人生の時間を作りたい、まあいい年の取り方をしたいっていうのもあるんですけれどもね、その中でまずやれることっていうのは、断捨離、物に感謝をして、そして次の人に手渡していくということをこの4ヶ月でやっていこうと思っております。さて今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは気になるサプリ。今週はですね、
男女平等とこの言われる社会の中で、これは男性への差別だというので炎上したあのニュースを取り上げたいと思います。そしてミニコーナーはこの先生のご登場です。 USP プロファイラー押したり構造先生です。あなたの強み発見サプリ、今週は不登校についてお話しくださいます。このコーナーは健在ですよ。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修による週末の占いサプリ、テーマは9月です。そうなんです、今月は9月尽くしてお送りしたいと思います。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想リクエスト、教えてゆり先生へのご相談そっと送っておいてください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信をしてください。なおメールアドレスは info@friendvillage-c.com の方へ送ってください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。気になるサプリ、今週はリーシーサ編集部からこんなニュース。俺たちは我慢しすぎた、男たち怒り爆発、今 SNS 炎上が相次いでいるわけ、差別蔑視はもう許せない。これはですね、私も大好きなんですけれども、大手焼肉チェーン牛角が9月の2日から開始予定の女性半額キャンペーンについて男性からの SNS での抗議の声がかなり大きくなって炎上しているというニュースなんですけれどもね、女性客は男性客に比べて注文量が4皿分少ないという背景を掲げながら飲食代半額というこのキャンペーンを打ったそうなんです。これに対して男性たちが、これは男性への差別じゃないのかというお声が SNS を中心に上がっている。まあ、このところの SNS のこの男性蔑視の声っていうので、他にも2つほどあって、1つが7月末に医療品の大手チェーンのグループさんが子ども用品専門店が発売した T シャツに、パパはいつも寝てる、パパは全然面倒を見てくれない、こんなプリント T シャツを発売した件。もう1つは、これは記憶に新しいところかなと思いますが、フリーアナウンサー、女性のフリーアナウンサーが夏場の男性の匂いが苦手すぎると X に投稿して、この方は所属事務所を解雇になってますね。世界最大規模の世論調査会社イソプスが発表した平等不平等に関する意識調査では、 Z 世代の日本人男性が平等を推進する営みはやりすぎと回答している割合が他の世代や女性に比べて高いことが判明している。また最も不平等不公平な扱いを受けている属性という設問では、 Z 世代男性が男性だと答えた割合は同世代女性に比べて3倍以上になっているそうなんですよね。これ世代間の意識ってものすごく強いと思うんです。もちろん Z 世代はその男女平等というのが義務教育の中で教育され始めたゼロ世代だと私は認識をしておりまして、それよりもっと早く生まれているミレニアル、 Y 世代、
そしてバブル世代、ここはやっぱり感覚がちょっと違うし、そもそも経済においては明らかに男性優位女性弱者っていうこの形は間違いがないデータとして出ている。で、今じゃあ実際に経済を動かしているのはどこか、どこの世代なのかっていうのと、その経済を動かしつつお財布を握っているのは男性なのか女性なのかって考えた時に、多くの家庭のスタイルでは家計を握っているのは女性である。これは間違いのない事実だと思うんですね。じゃあ焼肉屋さんに行った時に誰が最終的にお財布を持ってレジに行くのかっていうと、女性の方が多いと思うんです。その女性に対してターゲティングを、した時に、こういう女性半額キャンペーンって起こるのはある話だなって思うんです。これが20年後だったらそれは男女不平等だって言ってもおかしくない話なのかなと個人的には感じてます。あとこの焼肉っていうこの男性の多くのね、もちろん男性の中でも焼肉お好きではない苦手な方もいらっしゃると思うんですが、勝手な印象操作で肉男食うみたいな、こういう印象操作がつけられてきた飲食業界だからこそ男性がちょっと強く反応されたのではないかなというふうに私は感じております。とはいえこれからの、令和の時代、何が平等で何が不平等で何が差別なのかっていうのは、ここみんなで私こう思うっていうご自身の意思を表明してテーブルの上に上げて、そしてテーブルの上に上げただけでは、ただこれ意見を投げつけてぶつけて相手を痛めつけるだけで終わってしまうので、相手から投げられたものも自分が受け取って、あなたはそう思っているんですね、なるほどと一回自分の中にしまう、相手の意見を受け止めるっていう作業もこれからは必要になってくる。これが今日本が抱えているジェンダーギャップ、男女不平等を少しずつ解消していく一助になると思っています。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷幸三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。1週目はあなたの強み発見サプリ。ご担当いただくのは USP プロファイラー押谷幸三先生です。今月はこの時期に起こりやすいお子様の不登校問題についてお話しくださいます。それでは押谷先生、よろしくお願いします。あなたの強み発見サプリ、
USP プロファイラーの押したりです。行動心理と四柱推命を組み合わせた統計と分析であなたの運命と運勢と強みを鑑定しています。 USP とはユニークセリングプロポジションの略で、他のものにはない強みを言います。本日は夏休みも終わってお子さんが学校に行き出したタイミングということで、春先と夏休み明けのこのタイミングで少し増える相談案件、不登校についてお話しします。あくまで USP プロファイリング的な見解ですのでご了承ください。不登校になる子にはいくつかのパターンが存在していて、特定の星が関連してきます。例えば歯車適性を司る星がない場合、お手手つないでルンルンがそもそもできないので団体行動が苦手です。ここに天才や秀才の星が加わると、同年代の子がレベル低く見えちゃうので、冷めた感じで俯瞰で同級生を見ます。さらに自己否定や感受性の強い星まで絡んでくるともう大変、もう学校行くだけでストレスです。それだけで不登校になるわけではないんですが、そこに様々な要素が加わって学校行きたくないと言い出す感じですね。逆に部活などハマれるものがあれば大丈夫なんですけどね。いわゆる一匹狼タイプは学校生活厳しいんですよね。長浜一の悪と言われた大木くんもイソップと一緒にラグビーをやることで学校には馴染めましたけど、そういう出会いは稀です。風は一人で吹いている。あ、スクールウォーズ知らない人には何のこっちゃですね。また別のパターンですと、一芸に秀でるタイプの子、特定の能力が際立って高いタイプの子ですね。例えばお子さんがピカソやタイガーウッズだったとしたらどうします？本人が嫌がっていても、ここ重要ですね、嫌がっていても学校に行かせますか？当然幅広い知識を身につけることは重要なんですけど、今の教育現場だと、例えばピカソが絵が描きたいって言ってストレス溜まると授業中暴れたとします。これを多動症とかと言われて、療育に回されちゃったりするわけです。療育担当されている先生に話を聞くと、みんな天才なのよね、一般教養を身につけるよりその才能を伸ばしてあげた方がいい気がするんだけどね、と言った意見もちらほら。天才アインシュタインも幼少期は発達障害であったと言われてます。集団行動と決まったカリキュラムで学習ペースにはついていけませんが、数学と物理学だけには異常な興味を示したと言われてます。アインシュタインの場合は子供の才能に対してご両親がちゃんと素材を提供して思う存分考えるという時間を与えたのがすごいところですね。テストの点数ではなく、その過程を褒めるというユダヤ的教育理論の賜物です。この時期にアインシュタインの思考実験のベースができたわけですね。子供がどんな才能があってどんな教育スタイルが合うのかを知っておくとサポートしやすいですよね。もし不登校のお子さんがいるなら USP プロファイリングがお役に立てると思います。というわけで本日はここまで。あなたの強み発見サプリ、提供は USP プロファイラーのお二人がお送りいたしました。それではまた。やっぱり傾向っていうのはあるんですね。いや、自分がお手手つないでランランランができて、周りの子がなんかつまんないなっていう風な幼少期じゃなくてよかったなって聞いていて感じてしまいました。でもそういうなんだよ周りレベル低いなって思う子は思う子なりの悩みもあるんですよね。押したり先生ありがとうございました。あなたの強みを引き出す USP コンサルト、四柱推命行動心理学を用いたプロファイリングで生きるのがもっと楽になります。お問い合わせはインターネット検索 USP プロファイリングでお願いいたします。また押したり構造先生とプロゴルファーの石渡俊彦さんのラジオ番組ゴルファーズプロファイリングが FM ギノワンにて毎週日曜日午前11時からオンエア中です。エンジョイゴルファーのあなたはぜひ聞いてくださいね。踊れ踊れ私の占いさお手師さんでいらっしゃいますスマイル丸山さんが師範代になられました。おめでとうございます。占い癒し処やくも庵オーナー萩原やくも先生監修による
あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週も十二星座で占います。え、もう9月なの？9月ですね。それではセクシーに過ごしちゃうぞ。おひつじ座。9月のキャンプ、夜は冷えるのよね。ねえ、もっとそばに来て、私のハートも温めてよ。おうし座。9月の旬はピオーネ、巨峰、あとは何かしら。今小さい声で巨乳って言ったのは誰？双子座。最近は朝晩涼しくなったわね。そろそろ夏用のナイトブラ普通のに戻そうかしら。ガニ座。9月は3連休が2回もあるのね。電波も届かない秘境の温泉でアダムとイブごっこなんて素敵じゃない。獅子座。台風を理由に旅行のキャンセルは嫌よ。あなたのあれ握っているのは私なんだから。え、お財布のことよ、なんだと思ったの。乙女座。防災の日が過ぎてもグッズはちゃんと用意しなきゃね。ほら、替えのパンツも2人分ちゃんと入っているから安心よ。天秤座。見て見て、あんなにくっきりついていた水着の跡、ほとんどわからなくなっちゃった。来年こそビキニ着ちゃうんだから、楽しみにしててね。サソリ座。パンイチで爆睡しているあなたを見ていたら、そのもっこりしたところつついてみたくなるのよね。だいたい4頭筋が素敵。いて座。8月にやり残したことは一つだけ。ずっと好きだったあなたへのプロポーズ。ワンナイトラブで終わるなんてダメよ、ダメダメ。ヤギ座。9月になったらダイエット始めようって思っていたのに、やっぱり無理だわ。だって食欲の秋だもの。ワンサイズ大きいブラジャー買えばいいのよね。水亀座。9月の雨に濡れたあなた、お風呂で隅から隅まで洗ってあげる。どこから洗ってほしいか言ってみて。魚座。気がついたら日が沈むのが早くなったわね。暗くなるとあなたが恋しくなっちゃうの。早く帰ってきてね。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今回の占い執筆ご担当は小悪魔系占い師師範代に上がられましたスマイル丸山さんでした。防災のための、替えのパンツは5日間分できれば1週間分ほど用意するといいそうですよ。ありがとうございました。
あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ。そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週2週目ですね。このコーナーです。探偵サプリ、ご担当いただくのは MJ リサーチ総合探偵社現役探偵の若梅秀隆さんです。ここでしか聞けないお話を毎月ご提供いただいておりますね。ありがとうございます。来週も楽しみにお待ちしております。そしてこの番組はもう聞いてくれているよね、聞いてくれているよね。土曜の朝の始まりラジオ、キッス FM 神戸、 BNI 神戸東プレゼンツ、エキスパートボイス。毎週土曜日朝7時から10分間、マーケティングチーム BNI 神戸東のメンバーをゲストにお迎えして、エキスパートなお話を伺っております。エキスパートボイスの相方の山内正人さんをちょっとずつねいじれるようになってきたんですこれがエキスパートボイスの私の密かな楽しみでございます。どんな風に小室ゆりが相方をいじっているのか、ぜひお聞きいただきたいと思います。毎週土曜日の朝7時は小室ゆりと爽やかな時間を過ごしましょう。そしてそして10月27日日曜日、小室ゆりライブやります。ぜひここのお時間夜開けておいてください。夜です、夜。10月27日の夜は小室ゆりと懐かしい夏目ロックで楽しみませんか。会場は高円寺にありますロサンゼルスクラブ、高円寺にありますロサンゼルスクラブにて小室ゆりキンキーチャプターのボーカルとしてバンドで歌わせていただきます。詳細は追ってご連絡をいたします。 X そして小室ゆりの Facebook ページご覧ください。この番組を聞いてくださっているあなたとお会いできますことを楽しみにしております。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。これだけは覚えておきなさい。何もかも失ったと思える瞬間でさえ、あなたの未来は残っているということを。アメリカの作家ボブ・ガダードの名言です。未来が残っている、それは目に見えにくいものだけれども、唯一自分が信じられる姿なのかもしれませんね。来週もこのお時間にあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。つけば引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この想い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ、私からあなた。